司法書士の重森です。天王寺上本町で司法書士をやっております。相続が発生した時にやらなければいけない期限があるもの8つご存知ですか？まず1つ目は、期限があるというわけではないんですが、すぐにしないとダメなのが、遺言書が発見された時にすぐに家庭裁判所に持って行って検認という手続きをしないといけません。次に、3ヶ月以内にもしもう財産はいらないとか、借金の方が多いから放棄したいということであれば、相続放棄の手続きを、これも家庭裁判所に行って3ヶ月以内にしないとダメです。で、次に4ヶ月以内に亡くなった人の所得税に関する準確定申告っていうのをしないといけません。個人事業主の方とかが対象になります。そして10ヶ月以内に相続税の申告が必要な場合には相続税の申告を10ヶ月以内にしなければいけません。そして1年以内にもし財産がもらった金額が少ないとかっていう場合には、遺留分の請求というのは知ってから1年でしないといけませんので、知ってから1年以内に請求をする必要があります。で、次には2年以内に埋葬料とか葬祭費の請求をしないといけないです。しないと時効にかかるっていうようなイメージですね。で、3年以内に同じような感じで生命保険、死亡保険の生命保険会社に対する受け取りの請求をしないといけません。で、最後、5年10ヶ月以内にもし相続税を納めすぎてたら還付の請求ができますので、もし納めすぎてたら還付の請求は5年10ヶ月以内にする必要があります。このように期限が決まったことが8つありますので、しっかり頭に置いて行動するようにしてください。司法書士の重森でした。